六河川姿あやとは、歌舞伎及び、日本舞踊の演目の一つ。天保2年3月、江戸中村座にて初演。初演の時には下代を、歌合わせ姿の彩りと読ませた。通称、六河川。古今和歌集の序文に記された六人の歌読み、六河川を題材とし、小野小町を除いた、返上、ふんややすひで、有原の成平、紀仙、 大友黒主の5人を2代目、中村史官が早変わりで演じ踊り分けるという、諸作詞として出されたものである。作者は、松本幸造、作曲は10代目、絹谷六左衛門と、清本一志兵衛、振付は4代目西川千蔵と、中村勝五郎。六河川を、芝居や音楽に取り上げることは、この、六河川姿や以前すでにあり、特に、完成元年に、 大阪中の芝居で上演された、化粧六河川は本演目のもとになった。内容は、初代、嵐ひなすけする市長が、返上他五人の歌人に化けて、小町を口説くが、実はその市長は天下を狙う無本人であることが、最後には現れるといったものである。これをもとに、六河川姿綾は大札魔説、長歌、清本節を使った。 諸佐治とし、返上他五人が小町に恋の思いを訴えるが、いずれも袖にされ、最後は黒主が天下を狙う無本人と見表されて幕となる。ただし本来は、返上他五人の男性歌人を、一人の役者が早変わりで演じるものだったが、後には、この五人をおのの別の役者が演じるようになり、さらに、安秀と紀仙の下りだけをおのの、ふんや、 紀仙と少子単独の演目として上演することがある。以下、それぞれの内容について解説する。風流六河川右より四代目、中村歌右衛門の編成、安秀紀仙成田平、黒主。小町は二代目中三男枝。河江五年に一月、大阪中の芝居。五、千巻帝皇帝が。最初幕が開くと、平地外の大道具で、そこに、 市長たちが並び、話の筋を説明するセリフがあって引っ込むと、大道具を引いて、ミスの下がる五殿の大道具になるが、近年では市長たちの出を略し、幕が開くとすぐに、五殿の大道具で始まる。ここに、官女たちが居並びこれもセリフの後、いよいよ六花山の登場となる。まず最初に出てくるのは返上である。返上は、火の衣に球状袈裟という行為の僧侶のなりで下手より、 出て、小野小町への連合の思いを訴える。しかし、彼女たちに、返上は阻まれ、ミスが上がり小町も出てくるが、小町は、返上の思いに応えることがないので、返上は、意気消沈してその場を去る。小町も、返上を見送って、彼女たちと共に再びミスの中に隠れる。この、返上の地は初演の時には大札ぶしであったが、後に曲を竹本に、 改めて上演されており、原稿ももっぱら、竹本を使うのが例となっている。大冊魔説の曲は、長唄の曲名の中に残る。六河川姿綾については七代目、坂東三五郎が、舞踊芸話の中で解説しており、七代目三五郎は、天井の下りについて、取り立ててお話しすることはありませんとしているが、浄瑠璃の白木を赤木と言わざり木というところで、 赤い衣の袖をまくって、下の白い着付けを見せるのが面白い振りだと述べる。原稿では、返上は、本来の内容を短く切り詰めて済ませ、返上が下手に引っ込むと早変わりで安秀となって出る。古くは下手に基調を立て、その陰に返上が入って、次の、ふ野に変わって出た。エボシカリギヌ姿のふ野安秀が感女たちに追いかけられつつ、下手から出てくる。 ここから、曲も、竹本から清本節に変わる。安秀は感女たちに絡まれ、着ていたい帽子と仮犬も脱がされる。結局安秀は、目当ての小町に会うことはできずに、最後はその場を逃げ出す。ふ野の振付や清本の師匠は、平安時代の人物でありながら、江戸時代の風俗や事物を取り入れて砕けたものとなっており、さらにこの場に出る感情は火薬。 すなわち立ち役の役者たちが務め、それが安秀を捕らえようとして、転んだり安秀に抱きついたりする。しかし七代目三つ五郎は、ふ野やは、暗駆けのつもりでとは言うものの、まず気品が備わらなければならないとし、感情、相手の踊りも軽いうちに、しなよく踊るものと説いている。安秀と感情たちとの問答、その後の、富士や浅間の煙は、愚か、のあたりも見どころである。 そして、安秀がとど官女たちを蹴飛ばして神手へ引っ込むと、次の成平に変わるつなぎとして、官女たちのセリフがあり、その後再び、安秀を追いかけようと官女たちも引っ込む。なお、ふ野には絵帽子を脱ぐ方と脱がない方の二通りがある。これは九代目、市川段十郎が、この、ふ野を踊った時、絵帽子を脱がないように変えたのが伝わったものである。それは、 清本の浄瑠璃で、突きつけられて恥ずかしいというところで、本来は安秀が、彼女に烏帽子を脱がされたのを取り返し、烏帽子で顔を隠して恥ずかしいというふりがあり、それが烏帽子をかぶったままの方では、扇で顔を隠して恥ずかしいというふりを見せる。しかし、突きつけられて恥ずかしいの後で法因を意味する浄瑠璃の文句と振り付けになっているのは、烏帽子のない安秀の姿が、 江戸時代当時の法院の姿だったからで、絵星を取らずに、法院の不利になることを八代目、坂東三五郎は、別の踊りをこしらえればいいのに、そうではないから、文句と合わなくなっていると述べており、これは親である七代目三五郎も、同じ意見だったという。舞台中央の古典のミスが上がり、そこに、桜の枝を持った十二単姿の小町、追いかけのついた冠の装束で青い海を持つ。 成平が現れる。曲は、清本節から長歌へ変わる。成平は小町に、思いの丈を訴えるが、やはり小町はこれにも答えることなく、成平を残しその場を去ってしまう。成平もこれには気落ちしつつ、本舞台から花道へと引っ込む。成平は、人気演目である、紛んと、帰船の間に挟まれ、曲の長さもそれらのおよそ半分程度の内容であるが、七代目。 三つ五郎は、この、成平が、六河川の中で一番難しいという、良い男で、気品があって、色気があって、というのですから、ちょっと誰にでもというわけには行きませんと述べている。投資の上演に最始返上、安秀貴仙、黒主の四人は、一人の役者が演じ、成平だけは違う役者で演じた例も見られる。四代目歌い物が、カエ五年に、大阪で、 六河川を務めたとき、成平での背景を、ミスのかかった古典ではなく、後ろ一面、芥川の遠見、舞台前、総土師という大道具に変えて踊った。ここから、大道具は、古典から屋外になる。気仙帽子が、坊主の白い着付けに腰衣の姿、酒入りの氷炭をくくりつけた桜の枝を傾げ、花道より出てくる。本舞台に来ると、赤い前掛けをつけた。 着身女が茶を持って、帰船に進め、ここから帰船と、着身女との口説きや帰船のちょぼくれがあり、やがて着身女はその場を去る。そこに、橋売り傘を持った、帰船の弟子である諸家たちが帰船を迎えに来る。そこで橋に乗って、帰船たちの住吉踊り、それに紛れて帰船はまたもどこかへ行ってしまう。弟子たちは帰船を追いかける。この、帰船は、 長唄と清本の掛け合いで踊られる。原稿では、舞台面が桜の花咲く祇園の景色となっているが、古くはそれまでの大道具を断幕で隠し、そこに、清本連中と長唄林連中が並ぶだけという、ごく簡単なものだったようである。曲の最初、清本の語り出しで、我が世は芝居の辰巳常番町、しかも、浮世を離れ里とあるのは、古今和歌州にある、 我がいほは、都の辰巳四角を住むよう、うじゃ、まと、人は言うなりという奇践の歌と、二代目、四官の江戸での住まいが、深川の時和町にあったことを当て込む。茶組女とは茶屋に勤め茶の給仕をする女のことで、投資では、小町と、この茶組女を、一人の役者が二役で演じる。初演の時の番付を見ると役名が、茶屋女とあるが、後に、この茶組女は、 祇園の火事という役名になっている。祈祷は、さきの、ふんやと同様、曲の歌詞や振り付けに、江戸時代当時の風俗や事物がふんだんに、取り入れられている。着身が出て祈祷との口説きから、棋戦が桜の枝を尺上に見立ててのちょぼくれ説、さらに初夏たちとの墨吉踊りなど、見どころは多い。また本来は、元人坊主の大道芸だったちょぼくれや墨吉踊りを、 同じ坊主ということで六河川の気仙坊主にやらせるという洒落のめした趣向となっている。七代目三つ五郎はこの気仙について大護した遮脱な坊さんの心で踊るものであり、足でも体でもすべて立役とお山の間で踊るもので、それでないとどうしても坊さんにはなりませんと述べている。この後本来は初家たちのセリフで間をつなぎ、 処刑たちが引っ込むと大道具が変わって黒主になるが、原稿では奇跡が舞台中央で合唱して立ち、その左右に処刑たちが手を合わせて並んだところで幕を引き、場面を転換することがある。黒主の下りは初演以降演出が一定しておらず、その都度違っている。場面は屋内の御殿のこともあれば、屋外のこともある。原稿では最初の返上と同様。 短い曲となっており、踊るところもない。曲は、長唄で、場面は、五所の奥には、正面に長唄林連中が、ひな壇に並び、ひな壇の中央が割れて、左右に引かれると黒の冠装束の黒主、十二、噴で、上着の諸肌を脱いでたすきがけをし、草子を持った小町が台に乗って現れ押し出される。黒主が、小町の読んだ和歌が、万葉集にある盗作だというと、 小町が手にした万葉集の創始を角だらいで洗う。すると盗作と言われた歌だけが洗い流されるという洋曲、創始洗い小町の趣向を見せる。さらに、黒主の読んだ歌が天下を呪いがあると小町が見破り、黒主が天下を覆そうという謀反の心を表すと保守が出て、黒主と立ち回りがあって巻くといった内容が現在よく行われている。 保守は古くは主張だったが、現行では花四点である。六河川姿綾は四代目歌右衛門からその養子四代目、中村士官が受け継ぎ演じたが、七代目、三つ五郎によれば、六河川での四代目、士官の早変わりは驚くほどの速さで、舞台から引っ込むと衣装を変えるのと同時に眉を素早く、描き直し、あっという間に変わって出たので、そのあまりの速さに、相手役の小町、 着味を務める役者の方が慌てたという。そしてご役を踊り通し、幕になってもケロリとしたもので、お茶一つ飲もうともしませんでした。自分で楽しんでいるというふうな踊りでありましたと、伝えている。ありがとうございます。